どうも、久々のこの格好です。この格好といえば何の格好ですか？そう、ここはね、LA にあるとあるね、ジムに来てるんですけども、今日はね、ちょっと、僕ね、懸垂をもうね、何年してないやろ。ちょっともうわからんぐらい懸垂してないんですよ。ということでね、今日は、ちょっと体重も増えたんで、懸垂ね、何回できるか、やってみたいと思います。もうね、ダイエット終わって、今ね、2週間。2週間ってね、なんと、5キロ増えました5キロ増えちゃった飯がうまいんだ。やっぱりね、晩だけじゃなくて朝もうまいもん食いたいし、昼もうまいもん食いたい、強いて言えばね、寝る前もうまいもんが食いたい。もうね、そんなね、食欲心の僕ですが、ちょっとやっていきたいと思います。ちょっと若干ね、ちょっとベニスの方ではね、ホコリが被ってますから。よし、行こう。ほら、清掃や。劣化したとか言う？いや、大丈夫や。そんなしてない。ちっちゃくはなった。痩せてちっちゃくはなったけど、まあ大丈夫っていうことで、いきます。いくぜ。さあ、うわ、久々やな、これ持つん。すごい感覚なんすけど、やばい。今ね、バーベル触ったらちょっとね、ベトッとしてた。なんでやと思いますか？僕はここでね、煙トレーニングをよくしてるんで、ね、ちょっとベトついてた。久々にこれつけたぞ。まあ、強いて言えば、ネタがないんすね。あとはまあ、ダイエットやめたんで、まあ、ちょっと取ってもいいかな、みたいな感じっす。いきますね。今日、懸垂だけやけどね。あ、待て。あ、もう無理。あ、無理っすわ。うわ、なんかね、肩今痛めとって、なんかね、肩が痛かった、まあ、そういう言い訳にしときましょう。うん、とりあえず辛いな。やっぱね、やらんとできんわ、うん、やってなかったら。こんなん多分ね、楽勝でね、15回ぐらいできたと思うんですけどね。できんな、やってなかったら。今日背中あれなんですよ。今年はね、ちょっとだけ広がり出たんじゃないんすか？出てない？出てないか。ちょっとここがついたような気がしてんけど、気のせいかもしれん。ということでね、今日はですね、懸垂をやってみたでした。もうね、昨日ね、夜勤明けで帰ってきて、5時ぐらいに帰ってきて、胸トレをジムでやって、で、寝て4時間、ちょっと今日は懸垂でもやってみっかみたいな感じですね。まあ、とりあえずね、動画をこれから出すかどうかわかりませんけど、一番大事なことは、ここ、見える？ここにね、アルチューセットがいっぱい入ってるんですよ。これをね、まずは処分しないと、筋トレ動画撮れんぞということで、ね、頑張って分別して、捨てたいと思います。いや、以上ね、ベニスビーチより愛を込めてね、動画を撮ってみました。まあ、ということで、次はですね、また、ベニスの夜明けの日で、お疲れ様です。バイバイ。